こんにちは皆さん、今日は僕はいつもと違う感じで動画撮ってます。今日はゲストの人2人に来てもらいました。じゃじゃーん。こんにちは。こんにちは。違うだろ。えニーハオじゃないの。ニーハオ。同じ大学に通ってる留学生の2人の日本人の友達です。はい、どうも、こんにちは。自己紹介どうぞ。ナホです。はい、ナホさん。はい、ダジャオ。カズマです。カズマさん、2人は今僕と同じ政治大学に通ってる学生で、今日カズマさんも今 YouTube をやっていて、この台湾での留学生活とかをよくメインで上げて、はい、しかも中国語でやってる。そうですね、大体中国語でやってる。すごい、素晴らしいです。まあ、中国語わからない方は雰囲気で見てる。でもまあ字幕とかも、まあ、ありますね。あるんですよね。なので今日その撮影をしてたんですけど、2本撮って、うん、僕のやつもやっぱり1本撮りたいなと思って。そうですね、はい、彼の、協力を得てやってます。はい、じゃあ今日のトピックはじゃじゃん。留学生として僕たち今3人いるわけなんですけど、今までこう留学した国なんかみんな違うところに留学経験があって、その話とかもできたらなと思って、まあちょっと長くなるかもしれないですけど、お付き合いください。お付き合いください。じゃあまず留学今までした国のまず紹介から、で期間はどのぐらい行ってたのかとか、そういうところをよろしくお願いします。はい、私から、はい、私は高校2年生の時にニュージーランドに1年間留学してました。学校の交換留学みたいな。はい、いやなんか元々学校がその留学制度があるような学校で、2年生の時に必ずカナダかニュージーランドかどっちかの国に行かなきゃいけないプログラムで行ってました。はい。1年間。はい。中学3年生の時にオーストラリアに1ヶ月ぐらい行った後、大学2年でマレーシアに1ヶ月ぐらい行って、大学3年で台湾に半年行きました。すごい。じゃあ僕が多分一番複雑な感じになるんですけど、中学校の時に、中期留学で2ヶ月ぐらいニュージーランドに行ってて、高校の時はそもそもなんか留学ができる高校に行ったんですけど、うん、そこの留学プログラムでオーストラリアに1年行こうとして、うん、でもなんかギリギリまでいろんな試験、ステップって試験、なんかトーフルの高校生版の試験とか受けて、まあ、ギリギリ点数達したぐらいで違うプログラム受けてたんですよ、外部の、はい、なんか AIE 保険会社がなんか主催してる高校生外交官ってプログラム、うん、でそれはアメリカに短期留学できるプログラムで、まあなんか全国40人選んでそこを渡米させるってプログラムで、なんかそっちの方がまあ倍率も高いし、なんかいろいろ面白そうな人が多くて、でアメリカに3週間行って高校で、うん、で大学はアメリカに2年半行ってて、そこから1年休学で台湾に来て、なのでこうアメリカの大学から台湾の大学に戻ってこっちに来たって感じで、うん、なのでややこしすぎてややこしい。みんなにこう説明しづらいって。なるほど。だって高3の時は夏スイスのプログラムにも行ってて、うん、スイス留学もしたし、めちゃくちゃ行ってる。だからニュージーランド、スイス、アメリカ、台湾、4カ国目。おお、すごい。です。でまあそれで、まあじゃあ基本は英語と中国語、うん、みんな勉強したわけで、まあじゃあ今言語能力としては英語と中国語どっちの方がまあ喋れたり書けたりする感じですか。じゃあ英語の方ができる。はい。おお、英語。わりかし。で中国語。ああ、そうか。まあそうだよね。YouTube のチャンネルの中も中国語で喋ってるぐらいだから。なんか僕はやっぱりまだ中国語で喋るときにこうミスを犯すのがすごいまだ怖くて、なんか英語だったらこうバーってこういける、うん、勢いで結構喋っちゃうんですけど、なんか中国語だと、あ、ここはバいるのかなとか、ここは何、うん、なんだっけみたいなこう考えちゃう。まあ、まだ勉強した年数が2年半ぐらい、うん、2年半なので聞きはできるんですけど、まだこうペラペラの方な喋りはできない感じですね。なるほど。実際どんな感じですか。私は、なんだろう、まあ日本ってなんかそもそもちっちゃい時から英語を勉強できる環境があって、ね、で私は小1の時からずっと英会話教室に、まあそういった分もあって、まあ、聞き取りとかは全然もうちっちゃい時から余裕だったんですけど、うん、だからそういうのもあったし、留学も
あったから、うん、今でもこう結構喋ったりとか聞いたりとかするのは英語の方が全然楽で、うん、むしろ中国語は私いつから高3、うん、の夏からやっと始めたぐらいで、だからもう今やっと1年ぐらいかな、1年終わって1年経ったぐらいなので、まあ、全然そんなにもう聞き取れる範囲も、まあ、やっと今なって、うん、の普通の会話とかも喋れるようになってきたし、聞けるかなっていう感じなので、まあまあこれからまあまあこれからかなって、これからの感じでもまあやっとね、やっと来たって感じ、とりあえず地面に来たみたいな感じで、そうそうそう、やっとフィールドに立ったって感じで、そうなんで、はいって感じです、はい、はい、そうですね、僕は中国語大学の2年生の後半から勉強し始めて、ちょうど今2年経つか経った、1年半ぐらいか、経つか経たないかぐらいでやってるんですけど、あのよく言語学とかで言うとブレイクスルーっていうタイミングがね、言語には必ずあるっていうふうに言うんですけど、その考えなくても反応できるっていう、はいはいはい、英語の場合は中途半端な期間しか行ってないんですね、マレーシアも1ヶ月、オーストラリアも1ヶ月だから、そこに至る直前で帰ってきちゃってる感じ、あなるほど、で中国語ちょっと始めたすぐのタイミングで本当に台湾に留学して、そこから半年ずっと中国語だったんで、そこで一気にできるようになって、今ではもう反比例していきましたね。なるほど、すごいですね、すごいすごい。じゃああと一つにしようかな、あと一つか二つ、はい、じゃあ留学に来て一番変わったなって思う